ウィニングポスト9 2022。府中の芝2400メートルという過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発想です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。まずは先行争い、ウィンマリリン前に行きそうです。ステリューインダム、それに続いています。さらには日照ダイヤ、16番、川上プリンセス、その後ろ先手を取ったのはウィンマリリン、その外からバウンスシャッセ、アーモンドアイ、それに続きます。これに続くのがジェンティルドンナ、その外にラッキーライラック、リーゼングロス、
すぐ後ろ三栄三級、そのうちに続いていますシスター東証、その前に進出、その後ろからは東方パール、すぐ後ろにスイープ東証、緑の帽子アイスフォーリス、その後ろ内からは名称マンボ、その隣にシルクプリマドンナ、これに続いてノアの箱舟、しんがりからリトルオードリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました17番ステリインラブ、並んで16番川上プリンセス、ラッキーライラック、この馬もこのグループ大きく離れました。日照ダイヤ、すぐ後ろにウィンマリリン、その後ろにシスター東証、並んで12番アイスフォーリス、合計機を通過していきます。先頭は依然としてツティリュインラブ、ラッキーライラック、ほとんど差がありません。川上プリンセス3番手、後続も追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、スティルインラブ先頭、外からラッキーライラック、先頭変わってラッキーライラック、内からスティルインラブ、川上プリンセスいい足、ここから勝負をかける。残り 200m、 先頭は変わってアーモンドアイ、ジェンティルドンナ抜けた。2番手はアーモンドアイ、ジェンティルドンナ強い強い、ジェンティルドンナ圧勝ゴールイン。2着はアーモンドアイ、ジェンティルドンナ見事このレースを制しました。レッツゴードンキ、先頭外から勢いよくダンスインザムード、さあ先頭に立ったのはダンスインザムード、内からレッツゴードンキ、外からジェンティルドンナ、残り 200m を通過してジェンティルドンナ追い上げてきた。ジェンティルドンナさらに突き放します。ジェンティルドンナ1着、2着はリスグラシュー、ジェンティルドンナ見事このレースを制しました。外を回って、オグリキャップが上がってきた。
進化を続ける日本競馬、そこにはいつも互いの誇りをかけた戦いがあった。そして今日もまた世界の頂を目指して新たな戦いの幕が上がる。
Thank you.
東京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。アカネロックス前に行きそうです。続いてオートイマジニング、先手を取ったのはアカネロックス、その外にセンセンテマリー、ロールスイーブ、そのうちに続いています。その隣にガンバード、その外からアーリーウィッパー、並んで13番ジェッタナン、ゲイリックユース、すぐ後ろソーダジュニアス、いい位置です。その外にヤマニンチェンジ、内からはアドマイアドリー、黒の帽子ブックアラセア、その後ろ並んで2番スキームテンダー、その外にソリストエヴァ、並んで10番ヒシレッド。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでロールスイーブ先頭に変わりました。2番手はオートイマジニング、センセンテマリー、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロールスイーブ先頭、さあセンセンテマリー一気に来た。最後の追い比べ、先頭はセンセンテマリー、前に迫るソーダジュニアス、残り 200m を通過してソーダジュニアス先頭だ。残り 100m、 2番手はゲイリックユース、ソーダジュニアス、この馬で決まりか。ソーダジュニアス1着、2着はゲイリックユース、3着にアドマイアドリー、一番人気に応えました。ソーダジュニアス見事です。
ゲレイロプレート先頭外からフィッカマイン豪快ニードルいい足ここから勝負をかけるあと 200m 先頭は依然としてゲレイロプレート2番手はフィッカマインこの足色はどうかゲレイロプレート先頭だ先頭はゲレイロプレート1着でゴールイン2着にはどうやらフィッカマイン3着にガンドリアビガー1番人気に応えましたゲレイロプレート見事ですThank you.
マイネルガンナー先頭、外から勢いよくテイクオフ。さあ先頭に立ったのはテイクオフ。リードは2馬身から3馬身、内で食い下がるアラビアオネスト。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はアラビアオネスト、テイクオフ。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアラビアオネスト、3着にオートリシェイド、テイクオフ。見事1番人気に応えました。
Thank you.